はじめましての方もご常連の皆様も IT ジャーナリストの宮脇淳です。よろしくお願いします。ネットスラングにおける秘宝とは、本当に悲しいお知らせが届くこともあるにはあるんですが、往々にして飯馬ざまの別バージョンであることが多いんです。そして今回の話題は鍵かっこ付きの秘宝が適切かなと思われるんですが、その話題を提供してくれたのがハンドルネーム広瀬隆之さん。そのこちらのツイートです。何、日刊現代チューブ版3月末で休刊だと。これで名古屋の夕刊は中日新聞、日本経済新聞と中京スポーツだけになってしまうがや。日刊現代のチューブ版が3月末をもって廃刊、休刊になったというんです。日刊現代と言いますと偏向報道の代名詞のようなメディアだったんで、廃刊、休刊でもどっちでもいいんですけど、これだけならば飯馬ざまといったところなんです。ただこちらの投稿が投稿されたのが3月21日でした。そこから20日ほどの時間が経って、インプレッション数は 3.5 万インプレッションだったんです。この 3.5 万インプレッションが多いと取るか少ないと取るかはあなた次第という微妙なところで、何よりも日刊現代チューブ版の廃刊にしても休刊にしても、どちらにしても飯馬ざまという案件、ネットメディア、そしてまとめサイトが取り上げていることを私は確認できずにいたんです。つまり日刊現代の休刊というのは話題にすらならなかったというところが、まず秘宝なんです。しかし日刊現代と言いますと安倍側メディアとして知られておりました。このことは8年前の当時の安倍晋三総理大臣を自らが認めているところです。ところがそんな日刊現代のチューブ版ながらも休刊がさして話題にもならずに投稿されたのが3月21日ということ、ここに私はうっかり運命の皮肉というものを見つけてしまったんです。その運命の皮肉も含めて飯馬ざまというよりも、やはり鍵かっこつけた秘宝かっこ笑いなんです。まず8年前の安倍総理大臣が日刊現代のことを高く評価していたことを、当時の2016年2月4日の産経新聞より紹介しておきます。安倍首相は4日の衆院予算委員会で、当時民主党でしたの品武衆院議員から、言論機関が権力者の意向を忖度し権力者への批判を控えるようになるのではないかと問われた際、表現の自由の重要性を語った上で、今日帰りにでも日刊現代を読んでみてくださいよ、これが萎縮している姿ですかと笑顔で反論、全く萎縮していない、むしろ言論機関に対して失礼だとも述べ、しなしの指摘をたしなめた。この翌年から始まるのがあの盛りかけです。こうして見た時に、日刊現代に代表される安倍側メディアというのは安倍晋三さんという光によって生まれる影で作られる影絵、そんな存在なんじゃないでしょうか。これ安倍元総理を神格化したいというわけじゃないんです。マスコミはタレントさんやミュージシャン、大谷さんに代表される野球選手にドスコイのお相撲さんなどなど、自ら光を発信することができるスター、そのスターの光で映し出される影で狐とか何かを作って、それによって商売をするビジネスモデルなんじゃないかと指摘しているんです。これ影をバカにしてんじゃないですよ。影によって陰影が強調されることもありますし、ステンドグラスのようにただの光をいろんな色を当てはめることで様々な表情、表現を作り出すことができる。よっておかげさま、お互い様だったのですが、その影への分際が光を貶めまくっていた。それが国内ではとりわけ日刊現代に代表されるのではないかという指摘をしているんです。そしてこれどうやら国内だけじゃないようなんです。アメリカならばドナルド・トランプ前大統領とチャイナニュースネットワーク、CNN との関係性です。最初に大統領選挙にチャレンジした時、そしてお見事大統領になられたドナルド・トランプ大統領のいわば天敵のような存在だったのが CNN です。ところがこれがバイデンちゃんとおなじみのバイデン大統領になった時、視聴者数は最盛期の10分の1に落ち込んでいたというんです。これまた秘宝かっこ笑いというか、秘宝ブブブブブといったところでしょうか。日本戦略研究フォーラムの
CNN テレビの崩壊とはと題したこちらの記事、投稿された日時がないんですが、同じ内容と思われる記事をネット媒体 JB プレスの方で見つけまして、そちらの日付は今から2年前の令和4年2月22日となっていました。よってその前後に書かれたものかと思われます。記事を書かれたのは元産経新聞の記者さんで、現在は麗澤大学特別教授の小森義久さんです。当時の CNN の社長さんの不適切なジョメジョメなどによって社長が辞任することになったなどのトラブルがあったとはいえ、視聴者数が最盛期の10分の1になっていたと伝えていました。小森義久さんは没落の理由を偏向報道によるものじゃないかと推測します。 CNN はアメリカのニュース専門番組の中で最大の視聴者数を誇っていたと小森さんは伝えます。ところがこの記事が出ました2年前の令和4年、つまりは西暦でいう2022年2月の時点で、視聴率は最下位近くまで下落し、ゴールデンタイムの視聴者数はほぼ1年前の西暦2021年1月の10分の1にまで落ち込んだと言います。2021年1月と言いますと、アメリカの大統領がトランプさんからバイデンさんに変わったその瞬間です。あのアメリカ議会襲撃事件があった時のことです。 CNN が中国寄り、あ、間違えた、アメリカの民主党寄りであることは広く知られていることで、ひたすら共和党のというよりもドナルド・トランプさんその人を攻撃し続けました。 CNN が最大視聴者数を誇った2021年1月と言いますと、トランプ大統領が大統領で亡くなりまして、バイデンさんがまさにバイデンジャーンとばかりに大統領に上り詰めた。CNN からすると、CNN の視聴者からすると、まさに飯馬ざまという状態だったんです。ところがそこから1年後の、つまり今から見た時の2年前の2月、アメリカのメディアの調査によりますと、1日平均の視聴者でぶっちぎりの首位が FOX で、だいたい250万人とのことです。2位じゃダメなんですかの2位が USA ネットワークで、こちらが140万人。3位が MSNBC で130万人。それでは CNN はというと、ずっと下の18時でだいたい55万人ぐらいが見ていたとのことです。そして小森義久さんはこれを CNN の崩壊と総括していました。ただ小森さんの記事からだいたい1ヶ月後になります2年前の3月28日、民放連のサイト民放オンラインによりますと、 CNN が復活したと伝えていました。理由はウクライナです。民放オンラインに記事を寄せたのは佐々木香菜さん。 Google 先生に尋ねますと、日刊現代にも顕筆を振るっていたことがあるようです。この佐々木香菜さんによりますと、 CNN はキャスターやアナリストによる意見報道に偏っていたので、オピニオンネットワークと揶揄されていたようです。いわばお気持ちの表明ネットワークです。佐々木香菜さんによりますと、そのお気持ちの表明が革新寄りの中道派から保守寄りに流れたことによってコアの視聴者が離れていったと分析します。そんな中、ロシアによるウクライナへの侵略が始まりました。以後 CNN はニュースを徹底したことによって視聴者が V 字回復、急回復に向かっているという話なんです。これですよ。さすが民放連の民放オンラインに寄せられたお気持ちの表明だと、ブブブブブと笑ってしまいました。テレビ界隈で何かとトレンディーなフジテレビの番組審議委員会によりますと、テレビは勝ち組の集まりだったようです。なので民放連も以下同文ですし、アメリカの CNN も勝ち組の集まりだなんて抜け抜けと思っているんでしょうか。これ答えは合ってるけど、式がガタガタのメタメタに間違っているパターンにしか見えません。どういうことかと言いますと、小森義久さんの報告によりますと、 CNN の視聴者の絶頂期というのはトランプさんの落選が確定した、今から言って3年前の西暦2021年の1月ということになります。それから1年後、視聴者の数が10分の1に落ち込んだわけです。これを踏まえた時に、革新より中道とかっていうコアな視聴者、 CNN のコアな視聴者というのは10分の9もいたことになっちゃうんです。仮にそうしたオピニオンとやらのお気持ちの表明を求める視聴者がそんな10分の9もいたんであれば、ウクライナのニュースに徹底しただけで
視聴者数が急回復するわけはないって話なんです。まさに話の辻褄が合わないということです。何のことはない保守派寄りになった CNN を貶めたいという保守派叩きの民放オンラインという場を借りたお気持ちの表明というのが私の見立てです。政治的信条だとかお気持ちはどうでもいいんですが、民放テレビの寄り合い所であります民放連、そこもまた勝ち組の集まりだったので、何かというと視聴者の方を向いていない、視聴者が望むコンテンツが何か分かっていないということです。日本もアメリカも視聴者が見たいのはニュースなんです。シロがこう言ってます。ネットがあります。お気持ちの表明ならネットで十分ですし、いやむしろネットの方がお気持ちの表明をする場としての最適解、ベストソリューションなんです。そしてこれが秘宝をブブブブブにつながっていきます。 CNN の没落の理由と日刊現代の中部版の休刊、媒体こそ違い日米の差こそあれ、理由は同じなんじゃないでしょうか。 CNN はトランプさんという人気者を貶めることで視聴率を稼ぎました。日刊現代は安倍晋三さんという、これまた日本国内で大人気の政治家の足をミョーンミョーンミョーンと引っ張ることで注目を集めました。しかし CNN も現代もその人気者をそれぞれ失いました。日本の場合は永遠に失ってしまいました。光を失った影絵などただのハンドサインです。ダンスの振り付けならばともかく、コンテンツとしての価値はそれほど期待できるものじゃないんじゃないでしょうか。とりわけお気持ちの表明を好む視聴者や読者にとって、ニュースというのは必ずしも必要でないんじゃないかなということが指摘されるかのニュースをネット媒体ギガ人さんに見つけてしまいました。3月4日の記事によりますと、旧 Facebook 現在のメタはアメリカとオーストラリアで Facebook ニュースというニュースの提供をやめちゃったそうです。すでにイギリス、フランス、ドイツ、そしてカナダでもニュースの提供を Facebook やめております。これ各国のニュースメディアが Facebook に対してお金ちょうだいって言ったんであげねえよという、それだけの話です。 Facebook 現在のメタはニュースに対してそれほどの価値を認めていないということです。 Facebook は友人や知人との交流の場で、友人や同行の使とお気持ちの表明をやり取りします。時事的な話題というのはそのお友達が持ってくる手土産程度で十分に暇つぶしができてしまうんです。そんな手土産程度でいかんあかん怒るでしかしとやるのが、まあ、Facebook の楽しみ方の一つなんです。もっとぶっちゃけて言うと、ニュースを娯楽として楽しむそうしたユーザーにとって CNN も日刊現代も必ずしも必要がなかったなかった残念ということです。またことここに至っても安倍晋三さんの悪口、そして自民党いかんあかんということ、端的に言いまして悪口へのレベルならば、東京新聞の望月磯子記者らしき人物や元朝日新聞の鮫島博さん、彼らがやっている YouTube 番組で盛大にいかんあかん怒るでしかしと繰り返していて、それなりの再生回数を稼いでおります。いわばアベガーによるアベガー同士の共食いによって日刊現代の需要を食い荒らしていたと見たときに、まさに秘宝ブブブブブといった状態になっちゃうんです。さらに冒頭紹介した日付は3月21日でした。この3月21日の朝といいますと、メジャーリーグベースボールドジャースに移籍しました大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平さんの不適切なちょめちょめというか、まあ疑惑が急浮上しまして、本来この手の話題というのはコンビニや駅などで売られていたタブロイド紙あるいは夕刊紙、これらが得意とするところで、その代表が日刊現代だったはずなんです。本来的には最も得意とするネタが飛び出したその3月21日に日刊現代のチューブ版が消えたやったと休刊となる話題がネットで拡散されていたというその現実を前に、あまりもの歴史の皮肉に秘宝ブブブブブかっこ笑いとつぶやいてみる今日この頃でございます。
誰もがお気持ちを持って過ごしています。お気持ちの表明も結構です。しかしだからこそ是々非々でかかとに体重を残してみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、運試しでグーおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、違いますか、一緒に出た組織除去を出したあなた、ちょっとアーツありませんが、これはまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。